はい、よろしくお願いします。ナオコです。ナオコさん、よろしくお願いします、はい。今日のゲストはスペインに住んでいるナオコさんです。スペインの生活はどうですか？そうですね。もう最高、最高です。楽しいです。最高ですか？はい。ちなみにいつからスペインに住んでいますか？本当に最近で、去年の9月からですね。はい、じゃあ、大体1年ぐらいですね。スペインに住んでみて、はい、スペイン語はどうですか？そうですね、スペインに住み始めて、最初の半年間は結構勉強したんですけど、今は全然勉強していないです。あ、勉強しなくてももうペラペラになったっていう。あ、間違えた。そういうこと。ちょっと疲れちゃって勉強をやめてしまいました。あ、そうなんですか。どうやって勉強していましたか？スペインに来る前に半年間くらい自分で勉強して、そしてスペインに来たら2ヶ月だけ語学学校に行っていました。ああ、語学学校。その時はスペイン語でスペイン語を習うっていう、そういう語学学校。はい、じゃあ、奈緒子さんはスペイン語で会話ができますか？できません。あれちょっとならできるんですけど、やっぱり聞くことはできても話すことはなかなか難しいですね、今も。ああ、そうなんですね。スペイン語がこう流暢に話せなくて困った時とかありましたか？そうですね。そんなに困ったことはないです。あ、そうですか。じゃあ、例えば、例えばレストランに行くときとか、レストランに行きますか、はい、そもそも。はいはい、行きます。たまに。はい。でも、スペイン語が流暢に話せなくても、もう、スペイン人が、もう理解してくれるので、言葉はそんなに問題なかったです。なるほど、なるほど。それはいいですね。スペインの皆様。もうみんな優しいです。いいですね。僕、スペインにまだ行ったことがないんですけど、ナオコさんがスペインに住んでいて、これいいなとか、スペインいいなって思うときありますよね、多分。はい、もうたくさんありますね。どんなときにスペインいいなって思いますか？そうですね。やっぱり一番はスペイン人がみんなオープンな感じがしますね。オープンでフレンドリーです。そうなんですね。やっぱり、文化が全然違うので、本当にびっくりすることばっかりですね。ちょっとだけ動画で見たんですけど、昔、はい、台湾に住んでいたんですか？あ、そうです。2022年の4月まで、1年間だけだったんですけど、あとは、何年前かな、4年か5年ぐらい前は、1年間ぐらい、オーストラリアにも住んでました。オーストラリアのどこですか？いろいろな場所にいたんですよ。最初は西オーストラリアのパースっていう場所に3ヶ月ぐらいいました。じゃあたくさん回っていたんですね。そうですね。で、その最初ホームステイをさせてもらったんですよ。友達がいて、オーストラリア人の。なるほど。4人家族のオーストラリアの、家ですね。お父さん、お母さん、大学生の男の子と、高校生の女の子、
その家族にそうそう、はい、3ヶ月だけ入れてもらいました。そう、それはいい経験でした。うん、すごい、うん、いいですね。ホームステイはやったことないのですごい憧れがあります。あ、そうですか。もし機会があったらスペインでホームステイをしてみたいですか？してみたいですね、うん、でもちょっと怖いですけどね。緊張します。なんか、はいはいはい、緊張して、うん、緊張して怖い。でもやってみたいです。それはどうかな、うまく、なんだろう、コミュニケーション取れるかなとか、そういう心配ですかね。そうですね。あとは、うん、気を使いすぎて疲れたらどうしようみたいな。あ、なるほどね。やっぱり文化が違うから、なんかどうしていいかわからないというか。そうですね。そういう感じはきっとあるでしょうね。うん、あ、ちなみにオーストラリアに行ったことがありますか？はい、実は私の初めての海外、初海外はオーストラリアでした。あ、そうだったんですか。でも、ちょっとだけです。ちょっとだけ。どのぐらいオーストラリアにいたんですか？2週間くらいですね。2週間ぐらい。で、それは旅行で行きましたか？旅行で、そし旅行です。はい。でも、私も友達というか、知り合いがいたので、その家に、はい、泊まらせてもらいました。あれ、これはなんか僕たち同じようなことをしてますけど。なんかこれもホームステイですかね。どうなんですかね。まあ言えるんじゃないですかね。そう、まあ、はい、ね、違う文化を経験するっていう意味では、ね、そうですね、うん、じゃあ、うん、ホームステイしたことありましたね。ありました。なんか嘘ついちゃったみたいになった。Naoko さん、いろいろ面白い経験をされていますね。海外行ったり。海外は好きです、うん、ああ、そうですか。じゃあよく海外旅行、他の国にも行きますか？そうですね、まあ、よく海外旅行に行ってたわけではないんですけど、やっぱりヨーロッパに旅行行ったときは、ヨーロッパを回ったりは、そうですね、しました。うん、あ、すごいですね。お金持ってますね。ヨーロッパですか？想像するヨーロッパ旅行ではなくて、本当にもうギリギリの貧乏旅行。貧乏旅行でもないけど、はい。あ、そうなんですか。そのホテルとか、まあ、泊まる場所も結構、うん、安い場所を探していく感じでしたか？そうですね。本当はいいホテルに泊まりたいけど、お金はもちろんないので、うん、安いホテルばっかり泊まりました。ヨーロッパの物価って結構高いですよね。そうですね。そうです。日本に比べると高いと思います。ですか。スペインはどうなんですか？食べ物とか、家賃とか、どうですか？日本と比べて。そうですね。スペインは、スーパーの食べ物は安いなと思いました。あ、そうですか。その野菜、はい、肉、魚など、ね。そうですね。でも最近は、円安の影響で、ちょっと高く感じる時もありますね。そうですか。そうですね。じゃあ、Naokoさんは日本円をスペインに持って行って、はい、その、日本、はい、日本円をスペインの、はい、なんだっけ、ユーロか。ユーロに変えて、はい、生活してますね。そうですね。はい、ああ、これ大変だ。大変ですよ。もう大変です、本当に。あとはレストランは日本に比べるとすごい高いなっ
ていう印象ですね。あ、あの一般的なレストラン、はい、じゃあ昼ご飯食べに行くといくらぐらいしますか？そうですね、まあ、ファストフードじゃなくて普通のレストランだと私が住んでいる町は15ユーロから25ユーロくらい。おお、あ、だからそれ、うん、はい、日本円にしたら2500円とか3000円とかですかね。はい、2000円からもう3000円くらいかかる気がします。うん、あ、高いですね、高いご飯。はい、日本だったらね、もっと安く食べられますからね。なんか1000円で、まあ、寿司とそばのなんか定食とかありますよね。うん、はい、でもあのレストランの食事の量は本当に多いですね。はい、あ、そうですか。はい、あの前菜、メイン、デザート、そしてドリンク、全部。はい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 、はい、あ、いいですね。ちょっとしたコースみたいな、ミニコースみたいな。ミニコースみたいな。はい、私が住んでいる町はこんな感じです。なるほどね、なるほど、はいはい、ちなみにナオクさんはスペインの大体どの辺に住んでいますか？はい、スペインの北ですね。北スペイン、はい、マドリードの近くですか？マドリードから電車で6時間くらいかかるところです。6時間。すごく遠いですね。遠いですね、うん、フランスのすぐ近くです。ああ、そうですか。はい、バルセロナとかそっちの方ですか？あ、バルセロナは東海岸の方、はいはい、で私は西海岸の方ですね。なるほどなるほど、その辺ではなんかフランス語も通じたりしますか？あ、いや、フランス語は通じないと思うんですけど、実はバスク語という言語があります。あ、うん、あ、バスク語ね。あの、僕料理が好きなので、バスクチーズケーキってありますよね。 あれ、はいはいはい、あそこですよね、バスクチーズ。そうそう、そこです、ね、そう、昔から続く古い町ですよね、うん、そう、そうですね。へ、いい場所に住んでますね。はい、本当に綺麗な街です。で、実はどうしても聞きたいことがあって、はい、これから住む場所を一つに選んでくださいって言われたら、あの、日本かスペイン、どっちか一つしか選べません。どちらかに住んでくださいと言われたら、ナオコさんはどっちがいいですか？ああ、なるほど。そうですね。はい、でも本当にスペインは大好きだし、スペインにもっと住みたいけど、うん、ずっと住まなければいけないと言われたら、うん、日本を選びます。ああ、そうですか。やっぱり日本が好きですか？うん、やっぱりちょっと現実的な話ですけど、うん、私のネイティブ言語は日本語なので、日本人として住むなら日本の方が楽かなという感じですね。ああ、でもそれ分かりますよ、ね、うん、僕も一応英語と少しだけ中国語を話しますけど、うん、今日やっぱりね、こう、なんていうかな、コミュニケーションがうまくいかないときって結構あのイライラしちゃったりとか、なんか、うん、分かりますか、こう、はい、気持ちがもやもやしちゃったりとか、はい、ね、しませんか？そうですね、うん、だからやっぱり、そこに住んでる人とコミュニケーションが取れるって大事だよなって僕はね、うん、思うんですよ、はい、あ、はい、私も、
もしスペイン人だったら多分スペインを選ぶと思います。ですかね、やっぱり、うん、でも外国語を勉強するのって面白いですよね。はい、そうですね、私も大好きです。僕は最近中国語ばっかり勉強してますけど、お、まあ、英語も、Naokoさんは別の言語ですけど、スペイン語。はい。お互いにね、頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。